そうだからこそなんかあの最初先生がおっしゃってた自分の周り自分の手の届く範囲でこう自分のできることをやればいいんだと別に使命とかじゃなくてとにかく自分のできる最善をしていればそうなっちゃうもんね、うん、私もそう思うしなんか本当になんかあのさっきの話にずずっと戻りますけど最近その言ってたスコットランドとかアイルランドって結局ブリテンあのグレートブリテンに圧政を強いられて仕掛けてたとこじゃないですか、うんうん、もうひどいことが本当に日常茶飯事にあって、うん、その上に今があるもんででそういうところを別にそうしようと思ったわけじゃないですけどそういうところを私歩いてしまったんですよ全部まあでもね結局あれあのともちゃんが言ったあのそのね旦那が好きだったアイルランドは今どんな治安というかもう一時のあのイギリスのねイングランドからはもうちゃんともう独立しとると思うんだけどそうですね今はもうあの落ち着いてるというかうんもともとあの人たちは別に戦いが好きなわけではなくただその侵略され押さえつけられた人と、うん、でも自分たちで立ちたい自分たちの自由を勝ち取りたいというのとでもその実際自由を勝ち取ろうとしたその戦いをしたときに結局イギリスの方もちょっとこうメンツあもうイギリスって基本的にメンツじゃないですかそりゃそれはあそこそうだもん全部世界征服じゃんあそこそうだからメンツがあったから完全にアイルランドを手放さなかったんですよねそれが北アイルランドじゃないですかで北アイルランドのところはイギリス領にしてあとはアイルランドはじゃ あの独立していいよとっていうあのそのね、映画の名前忘れちゃった。あの有名なそのアイルランドのね、その独立のところでこう働いた人の映画があるんですけど、結局、ひどい戦争だったので、一般市民も、本当に全然差別、なんていうの、関係ない人ももうみんな殺されるような、なんか突然ラグビーの試合見てたら突然あの戦車が入ってきてみんな殺されるとかそんな世界そんなのがずっと続いたのでその人はなんとか和平をってやって結局でもイギリスも折れないので結局ギリギリのところでここで折れないんだったら戦争だって言われてその受け OK して持って帰ったのが北アイルランドが分かれることになりそしたらこの一緒に戦ってた人たちが話が違うじゃないかとアイルランドはアイルランド共和国で行くんじゃなかったのかと。で、その話し合いに出した人が結局それが彼にとってはもうベストっていうかそれしかなかった。けれども結局自分たちの代表として送った人がそういうのを取り付けてきたから裏切り者として戦い始め。IRA っていうのはその過激な方です。アイルランド全体が一緒であるべきだという人たち。だよね。でそれがスタートでそこに加えてさらにその大昔からのカソリックとプロテスタントとの根深い対立とかがあったのであの IRA のねあのいろんなテロが大騒ぎになってた頃90年代とかあれあの頃は本当にそんな時代だったみたいですね今はもうだから基本的にはないというかないはずっていうかそれをアイルランドの人も望んでいるしあのもう平和な国としてっていうかあのなんだったらこうあの食の国として売りましょうと観光立国してあの美味しい食事を出すことで売りましょうと言ってこうだいぶ豊かになったんですよねアイルランドね。あのほら昔ね映画であのデビルだったかなあのブラッド・ピットがブラピがあのその北アイルランド のテロリストとしてでそこにあのハリソン・フォードが、まあ、あのそのテロリストが、まあ、イギリスとアメリカに来てなんかこういろいろこう起こすんだけどそういった映画があった時にやっぱりその北アイルランドアイルランドのこのあとその根深いそのテロリストとしてのもうそのイギリスとの
関係性というのが非常にこう あるんかなと。ですよね。なんかちょっとやそっとじゃあやっぱりこうテロやってるから悪いとはとても言えないっていうか、その今のイスラエルと一緒ですよ。うんうん、まあそれはな、あのそうだね。イスラエル、もうイスラエルと、まあ、ハマスの方もそうなんだけど、イランかな。もうなんかあのその1000年以上の年月の中でそのいろんな要素が複雑に絡まり、しかもその中でやっぱりそのさっき先生がおっしゃったようにそのあの抑えるのはある一握りの力のある力が欲しい人たちじゃないですか。その人たちは2枚舌も3枚舌も使うしっていうか、そういうので他の国に侵略していったし、で、そうそう、その残りが今そこにあってっていうのが辛いっすよね、うん、だから今がねやっぱりその一部のその特権階級というかそれを望んでいる、まあ、日本もそうだけど今非常にこう悪い方向に行ってますよ本当に。でもそれを私たちじゃあ本当に何どうしたらいいかということで、そんなの今あのそれこそ幕末みたいにね、その勤王の志士がですねこううわーってクーデターを起こすわけにもいかないし、それは無理だわ。じゃあ私たちが本当にどのようにしたらいいか言うと、日々の暮らしの中からその何がええか悪いかというのをこう自分の中でやっぱり調節していく。そうですね。うん、それしかねえんですよ。うん、それしかないんだなっていうところに落ち着くんですけど。そうなんだよ、ね、うん。なんかあのね、まあ、いやなんかこう、この最終的になんかこういったあの、まあ、宗教観からなんかね、そういうのあったけど、結局人間ってあの紀元前から、こう同じことばっかりやってると、もういい加減にこう目を覚ましてほしいなというところかな今ね、うん、そこに来たんかなと思いますね。あっちさん、はいはい、なんかあの暗くなったわ、うん、あのね導きがに話戻します。いや、あのね、すごいいい話聞きつってから、これを、あの、どこを取り込んで、どこを切ってとかって。そうね、こう、編集しようとしたら、なんかこれもう、むちゃくちゃこう、あれだよね。あの、だから使うとこはもう一部分しかなくなってしまうみたい、うん。あ、あの、さすがにね、この年になってくると、なんか、何をしたいのかなっていうのはやっぱり考えるけど、結局はその、あの、そう、太刀打ちできないんだけど、見えるものを、こう、納得し、あるいは、こう、何かの形で、わかる人に伝え、っていうことしかできないかなって言って。ねえ、それができるのがすごいっつってね。ありがとうございます。じゃあ、だから、あの、あっちな、あの、だからそれでいいんですよ。結局そこが大事なとこ、自分がこう思ってることをまああのともこチャンネルでもいいんだけど、まあ、それでまあ発信できるという今はそういう時期なんですよ。本当、ね、一体ありがたいなと思います。いろんなことが、時代もそうだし、あの一応紛争ないところに住んでるのもそうだし、紛争と関係ない国籍を持って生きてるのもそうだし、うん、あのこういう話ができる人たちもいて、このね導き側もそうだけど、あの自分が何かこうどうしようかな、どこ向いてんだっけなって思った時にこう戻って、あ、こっから見るとこっちなのかなとか考えることができることも含めてありがたいな、うん、あの一番最初に今何やってんのって、いや世界楽しんでますって話したけど、あのうん、それもありがたいと思う。本当にありがたいと思う。みんなができることではないことをやらせてもらう。うん、ありがたさ。だから、うん、あの、申し訳ないと思うこともあるんだけど、でも、申し訳ないと思うんだったら、その自分で見たものを伝えるのも一つの仕事なんだろうなと。そうや、だから今、僕はあのアイルランド、あの僕もアイルランドいうところは、あの好きなんです。
すっごいいいとこですね。いいっていうかね、あの透明なエネルギー大好き。だからそこが僕は行ったことない、もちろん行ったことないし、日本からあんまり出たことない人なんやけど、あのやっぱりこう何か惹かれるとこってやっぱこう自分のなんか何かこう前世というかさ、何かこう気になるとこがあるんですよ。で僕の場合は結局もう昔からも映画大好きやって、で映画の中のそのね、アイルランドとか映画の中にイギリスとかスコットランドとかいうのはある。でもあなたの場合はちゃんとともちゃんはそこに実際に行って今のを見た時にやっぱりその歴史の重みみたいなのもやっぱり結局ね経験できるじゃない。それが大事なことなんですよ。上辺だけじゃないんやって、行ってみて初めて分かるっていうのは確かに、あのこれは本当になんだろう、別にあのスピリチュアルとかそういう話じゃなくて、本当に行ってみたらその土地にどれだけの血が染み込んでるかとか、どれだけこうみんながこう悔しい思いをしてたかっていうのがあった上に、今の人たちが生きてるからこういう形なんだっていうのが初めてこう理解できるというか、そこなんやって。で僕があの毎日ねやってることなんは、あのご先祖さんもまあもちろんだけど、やっぱりこの歴史を作ってくれたみんなに、みんなもうその先輩方やわなに対しての畏敬の念を抱きながら、ありがとうございますって、まあ、一僕は言うとんやけど、だからそこがやっぱり大事。この地球を作ってくれたのはあの私たちの先輩方やわ、本当、あの先輩方がもね、皆さんね、自分たちの中でこうあのどっちを取れって言われても困るよって言いながらも選んで、当たってたり当たってなかったりするところを選んで、そうだからね、それが歴史やからね。だから今同じこと繰り返してるよってけど、その中でもやっぱりこれからはやっぱりいい方向に行くという、皆さんやっぱり小さい、昔の人もやっぱり希望という、があったからね。それこそユタ州のあのあれあのあるじゃない、あの風とともにアトランタやったかな、サリヌもそうやったら、あれはアトランタやったかな、だからやっぱ明日がねあるからこそ今があるという、希望に満ちた人生を生きていこうじゃないかということでです。本当ですね、なんかでもこういうね深い話ができると僕嬉しかったね。それはこちらもです、ありがとうございます。なんかチャラない話だと何もでもできるやん。当たり障りのない。でもね、あの今さっきのあのアッチーさんの言葉と、その今先生のそのまとめてくださった言葉で、あのすごくこう思い出したというか、この 1枚目に書いてもらったやつの、あの地球に投資をの別な見方がちょっと今自分の中にちょっと出てきたっていうか、っていうか投資をっていうか、あのね、多分今回とか、そうなんですけど、私もともと大都会とか好きじゃないんですけど、だから今回2週間出かけてて、ほとんど都会にいないんですよ、私たち。ほとんどその国立公園と言われるところだったりとか、その何にもない小さい町だとかをもうただ、まあ、車で移動するんですけど、その間もずっと1日 2,3 時間あの歩き続けてる、歩いて、うん、何にもないとこ歩いて、いろんなもの見てて、でもあのそうやってあの歩くと元気になるんです、もらえるから、いろんなものをね、あの自然からもらえるから元気になるけど、同時にそれって自分の中で噛み砕いてもう一回出すため の、 その投資の準備だなって、今思いました。ありがとうございます。なんか、大事だよね。ごめん、なんかね、話がいろいろね、自分の中ではすごいつながってるんだけど。いやいや、つながってくる。つながっちゃうんだけど。ちょっと、まとめよって。うん。あ、ちょっと。
捨て捨て止まりなくなるね。ここ直近しないといけないよね。そうそうそう。だからうちのさ、相棒さんってアイルランド血入ってんだよ。おお。アイリッシュ。なんかすげえわかる気がする。アイルランド、アイリッシュだよね。アイリッシュ。うん、アイルランド入ってるんだよ。だから双子たちがもうもろ出てるんだよね、先祖帰り。そうなのか。そうそうそう、赤毛に白いっていう。あ、すげえわかるな、それは。うん、超白いや。でも、もう最近ひげ生やしてるから、みんな、なんか本当にクリクリのひげがアイルランド系の赤毛のひげで。要は、まあ、金髪に近い赤毛だけどさ、この息子たちは。うん。そう、でもね、トモコさん本当にあちこちね行っていいんだと思う、私は。で、あの、うん、やっぱり精霊系なんだよね。で、トモコさんがそういうとこに行ってくれるとつながりやすくなるんだよ、こっちが。だから道を作ってくれてるっていう感じ、道をなんか渡してくれてるような感じ。そう言って、そういう、うん、そういうあのフィードバックをもらえるととても嬉しい。なんかね、自分の中でも何かこう、あの、あ、分かりはするのね、うんうん、歩く、うん、なんだか分かんないけど歩きたい、うんうん、分からんけど歩きたい。だからほんのちょっとの距離でも1時間ぐらいでも歩く、うん、でも歩くところにはやっぱり光落とす歩いた意味もあって、まあ、時々掴まれるんだけど、うん、掴まれるのはごめんごめんごめん、そんな気はないの、うん、落としてきて、うんうん、でもうそれでも少しずつもらって帰ってきてるので、うん、もらって帰ってきたのちょっと重いのでそれはもう少しずつ自分で勉強をして噛み砕いて出すことで少しずつ少しずつ落としてっていうのをもう繰り返す、そればっか。なんかあれやね、今聞きよったら、あの前世でもやったことを今やってる感じやな、うん、そうなんすね。そうなんすね、うん、まあ、うん、あの今職業とかそんなに違うけど結局、うん、あの流れてるものは一緒やわ、うん、風のようにあちこち漂っていったらいいと思う、うん、ありがとうございます。うん、うん、あのそのチャンスをねもらえてることを感謝するのはもう誰でもできることで、それを生かす方向に、自分のために、あるいはまあどこに対してだか分かんないけど、うん、先のために。だから僕はもう思うんで、僕こうしてあの今もう香川県、日本の香川県のもう東からでもちっちゃい町でおるんやけど、そこからでもやっぱり今こうしてね、あのアメリカのユタのおもちゃんと話できるし、アリゾナのアーチーとも話できる。これは本当最高やと思うで。うち本当にいいものがたくさんありますよね、今ね。本当に便利ですよ、うん。ありがたいと思います。うん、もうあり本当にありがたいよね。これ本当にあのあれだよね。あの50年前できてないな。こんなこと無理。行かなきゃ、ね、行く実際に行くしか方法がなかった時に比べて、うん、の可能性とかそのみんなが気づいてないだけでできていることってものすごい広がってます。すごいですよ。もう昔の人やったらもうあなた神じゃないみたいな今これが発明してですよね、あの携帯とかもこのまあ SNS でインターネットで世界各国がつながって、それも個人レベルでね、これは考えられんわな。ですね。うん、昔やったらな、それはもうあのまあ情報が映画、もうその前はもう人間のあの口コミというか口伝えというか、どんなとこ見てきたんやいうんで報告受けるぐらいのもんしかなかったんだけど。お伊勢参りの報告ですね。そうなんだ。そうですね、あのあれだわ、あのそれがいけるんやったら、うん、あのちょっと俺吉本に聞かなきゃいけないんで、吉本のうどん怒っちゃろうか。なんか超嬉しい。先生が食べてるのをさ画像で見てるだけです。の2人怒っちゃう、あそこのうどんや。確かにめっちゃ美味しいなあ。ちょっと聞いてみよう。食べたことあるんだよね。
あ、ともちゃん食べたことある。うん。話まではよく聞くんだけど。そりゃそうじゃわ。おそれいけるわ。ほら、あの、うん、後で、あの、住所送っとって。あの、ちゃんと、郵便番番号と、あの、あれだよ。あの、電話番号もちゃんと書いとってよ。師匠、師匠がいかんよ、師匠は。うん。おや、マジで。前の二人に、なんか機嫌でな、なんかそれ。すごい話を聞いちゃったな。そうなの。衛星の話？インターネットの。それはもうびっくりしたわ、今。うん、だって、あなたたちが、あなたの相棒さんが私たちの便利をちゃんとお届けしてくれたんやで。うん、本当びっくりだよね。私ももう、もう本当にね、ありがとうございます。もう誇らしいというか。本当だね。すごい。いや、すごいやろ。あの、今度はあの、転送の機械、ワープの機械、ほんならお願いします。あれだよね。あのドラえもんのどこでもドア。どこでもドア。あれ、お願いします。あれ欲しいっすね。本当にありがとうございました。うん、もう貴重な話ですよ。素晴らしかった。ありがとうございます。深い話でした。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。あっち、はい、いや本当にありがとうね、今日もね。ありがとうございます、先生。ありがとうございます。でまたあのよろしくね、これからもずっとお願いします。はい、うん、それであのね、あの視聴者の皆様方、本当にまた今日もですね、もう僕はあの話下手くそやけど、まあなんとなく、まあ、ちょっとずつもうなっていっきょるかなあいう感じがするんやけど全部さぬき目やいっきょるから、はい、よろしくです、お願いします。はい、ではね、はい、またあのチャンネル登録よろしく。ほんであのともちゃんの方のチャンネルもあるからね、あっちの方のチャンネルもあるよ。よろしくね、バイバイ、失礼します。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。ともちゃん、ありがとう。いえいえ、ありがとうございました。